の人の登場、ピース又吉先生の好奇心、フジテレビで放送されるアニメ乱歩奇譚ゲームオブラプラスの先行上映会にピースの又吉直樹さんが登場しました。アニメでは高校生探偵の明智と事件に異常なまでの好奇心で挑む小林少年の活躍が描かれているんですが、芥川賞ノミネートの文芸作家又吉さんの好奇心を刺激するものは、1000本のアパートって好きで、その自転車を僕買って越えてたら、美濃跡政治学の自転車に見せたろうと思って追いかけて行ったんですよ。